え、何これ、え、何これゴブゴブラジオどうしようか、テテテテこうか、シリーズだけですね、はい、めっちゃ聞かすやん、さだま、どうぞじゃない、狙い聞かしたよう言えましたね、どうぞどうぞ、ね、MBS ラジオからお届けしております。だいたい、はい、だいたい始まる前我々もダラダラ喋ってますけど、はい、ちょっと聞いてまいりましたもん、なんやこれいいですね、遊んでるわ、いいで、ね、前回サンバから、サンバ急にね、いつになったら定まるんでしょうちょっと楽しみになってきますけど ね、なんかね、今日何やろみたいな、うん、なんかいつも聞いてるラジオってならへんのがすごいよね毎回変わるんでね、はい、まあ、今日は何日なんですか、今日がもうアマゾンこれ10月最後ですよ、あら、はい、早い、もうあと2ヶ月あと2ヶ月ですよ、ね、2023年もまあ、どうしますか、思ってるよりも早く今年を振り返ってみますか、いや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 、ちょっと何かありそうだよ、待ちましょうよ、早いありますから、通常12月にやるやつですけど、早い、まだ早いですから、まだありますから、まだね、まだいろいろありますから、はい、こっから言うても、まあ、でも我々はもう1年早かったなんやけど、もう彼にとってはまだ2年あるからねちょっとやめましょうちょっとやってみましょう。いやもうすぐね、もう正確には3年です。うん、長いですね、そうなんです、長いんですよ。ね、よし、張り切ってやっていこう。パパさん、ちょっとお手紙来てまして、はい、ですね、こちら、グラ8さん、グラ8さんかな、借りていただきました。ゴブゴブラジオの皆さん、こんばんは。いつも楽しく聞いております。先日の放送で浜田さんが、うん、パンツ少ないから買うてって言ってたので、よかったら履いてください。ちなみに普段どんなパンツを履いていますか、無地ですか、ツルツル素材ですか、パクチーはお好きですか、顔マスクもよかったら使ってください。そしてゴブゴブの皆さん質問です。皆さんどれくらいの頻度でゴルフや遊びに行かれてますか。皆さんすごく楽しそうで、めっちゃ聞いてくるやん、はい、ラジオってそうなんです。あ、そうなんだね、見ているこっちも元気になります。飲み会の、とかカラオケとかの様子などももっとブログにアップしてほしいです。よろしくお願いします。それとレアシールくださ い。あ、なるほどね、はい、ということで浜田さんにパンツが、ほんまにくれたん？はい、ほんまに送ってくださって、へえ、うわ、あ、これ刺繍までしていただいていることはもうオリジナルで作っていただいた、いや、そういうことじゃない、もともとこういうもんでしょ、こういうもん、これはでももう井本にあげますよ。え、なんでですか？なんでも柄がパクチーやもんでも上にパクチー嫌いですって書いてますもん、だから浜田さん、浜田さんのパクチー嫌いですやんか。いやでも俺こんな柄のパンツ履いたことないからさ、確かに確かに見たことないですね。ああ、でもああ、かわいいっすよ、ああかわいい、これなんでこれ全部パクチーなの、パクチー大嫌い、すんごいパクチーしかもこれデニムから出てきますよ、パクチー大嫌い恥ずかしいですよ、見えた時恥ずかしい、受けよう思て思われますよ、受けよう受けよう思て、もう質感良さそうですね、なんとか、いや、これは仕方ないやん。あ、これはまたほら、俺、ゴルフ行った後、ようやるやん。パック。はいはいはい。あ、そうですね。うん、これはパックですか、これいただきます。パックは、ね、パックはも使いますね、うん。ありがとうございます。僕でもパクチー大好きやから。そうやんな。嫌いやんな、嫌いな。僕も、僕もちょっと苦手はですけど。うん。じゃあ嫌い。あ、でもサイズ的にはどう？確かに。XL やったんですよ、サイズも。ああ、じゃあもう全然。もう嫌いやわ。いいんですか、僕履いても。うん。今ちゃうで、え、やめてな、今ちゃうどんな感じか見せようかな思っていらんのよ、そんな、いや今今マスクはもらいましたから、はい、はい、ありがとうございます、よかったら使ってください、すいません、ペニーが使いますあ、そうだペニーさんペニーさんが使ってください、なんか親父決まってますもんね、パンツ ね大体、まあ、メーカーも決まってるっていうか、まあ一応はね、でもまああんまりああいう柄って、うん、確かに柄の履きます、柄僕履きます、俺も柄履きます、履く、はい、何の柄履くの、俺何でも履きますよ、なんか草とか書いてるやつとか草とか書いてるやつか、どういうことですか、娘が喜ぶっていうのもかわいらしいやつは履かへんでしょ、履きます履きます、パイナップル書いてるやつとか、うん、なんかキャラクター履いてるやつとかもありますし、キャラクターはちょっとやりすぎちゃうの、ま、え、おやじさん、キャラクターは俺も履かへんな、こだわりですか、そのもうこれっていう、いや、こだわりじゃないけど、なんか、うん、
嫌じゃない、なんか脱いでなんか柄って着替えるときにね、まあ、なんか黒ばっかりじゃないですか、うん、黒か白やな、うん、白言うて白ブリーフですやんそれ、いやブリーフじゃないけど、はい、あんま1枚あるぐらいかな、えでも黒しか見たことないっすよ、あ本当、はい、確かに親父の色付きは見たことないな、僕一緒に書いた時は基本黒でしたね、一緒にあグアムの入った時に、いやまあだからまあ黒しかないのはねけどね、確かにね、うん、いやこの間見た時も黒でしたよ、いやだからレアやねん俺の白を 見れる人あそういう感じで見たことないっすよ、なんかワーゲンの色見るみたいな、うん、まあまあ真っ白じゃないけど白ですよ、はいはい、うん、あそうですね、確かに見たことないですよ、レアやはないですね、でももうこれ聞いてもうだからどっかで見たら白やって言うてまう、はい、可能性がある、ゴルフの行ったね、うん、今日ええ確かにええ日やみたいな、いやだからまあボクサータイプのはいはいはい、の黒ですよね、はいはい、基本はねツルツルの素材のやつですね、ツル、まあ、そこまでツルツルでもないのよね、うん、なんかそこもこだわりっすか、なんやろな、ないねん、ちょうだいほんまに、いやそうあだからこういうのじゃなくてシンプルな、まあまあ素材がこう結構ツルツルしてる、ね、はいはい、まあ、もうちょっと布っぽいかも分からへん、あでもまあそれそこはちょっとツルツルすぎるな、これやとツルツルすぎるんですね、うん、ちょっと切れなんかあるの、こだわりある、そんなこだわり、こだわりあります、あります、こだわり僕鍵ここつけてるんですけど、あつけてる、必ずここに右のここじゃないと気持ち悪い、はい、左じゃダメです、じゃラジオでチャラチャラ鳴らすんやったら外してこいよ楽屋で、どうしたんどうしたん、いやいやちゃちゃどうしたん、こうしたら音が鳴るけど、いや俺今正論言うてますよ、え何も間違えてる、これ今下からチャラチャラ音がしましたけど、うん、ね、何も気づかなかった、普通はそれ外してくるもんやですよね、ですよ、舐められてる手出そうとした手出ようとした、あどうしたもあかんけど、うん、そっと手を添えるの、ね、もう手が出ないように抑え込まないと、ま、俺あれあかんねん、車とかでもそうやけど、エアコンの温度あるじゃないですか、うん、何点5ってあるじゃないですか、うん、あります、家のエアコンでもですけど、うん、俺あれあかんねん、どういうことですか、もう27度やったら27度じゃないとダメなんです、 27.5 はあかん、ああそういうこと、はい、いや俺あんまあかん意味がわからん、僕もちょっとわかんないですね、めちゃくちゃ気持ち悪いんですよ、何が気持ち悪い、点5がですいや多分兄貴は点5も7も気づかないと思います、気づかへんねんで、そんなもん、そうですよね、そんなもん気づかへんねんけど、例えばじゃあ車乗った時に 27.5 やったら、うん、もう人の車でも下げますピッてで27にする、それはエアコンだけ、例えば靴のサイズはあかん、あ確かに、あんまり好きじゃないっすね、あハンガー、ハンガー、ハンガーあんま好きじゃないんで、なるほど、だからでも靴のサイズですごい、まあ、そうですよね、26ハンガーとかは普通にあるやんか、はい、だから僕多分ですけど、まあちょっとそれでもちょっと大きく買ってで、うん、26.5 がおそらく自分の中では いいはずなんですよ、せやろな、はい、でもスニーカー27買うんですよ、やっぱその点が嫌、点5が嫌なんですよ、半が嫌なんですよ、はい、まあまあそこまで言われる、視力なんぼですか、視力測ってないから分からへんけど点5かもしれませんよ、いや悪いに決まってるやん、ね、いやそういや眼球とんのは無理それは無理、点5は言うんですか、医者のお医者さんに、いやこれ点5やから、でも自分で体温測るやんか、はあ、ジャストなんてほぼないじゃないですか、まあ、まあ、そうですね、これ俺めちゃくちゃ気持ち悪いね、いつもだからできるだけ測りたくないんですよ、6度3分とか。とか言われたらもう、じゃ、天候でもないし、みたいな。3やし。ああ、細かいですね。そすごい嫌や、ね、細かい話ですね。ああ、なるほど、ね。テレビの音量の偶数奇数、俺全くどっちでもええわ。それはいい。確かにそう。それどっちでもええ。あまあまあ、聞いた感じがええとこでええとか。はい。ボリュームでええってことです。決まってるやつおるか、でも。いや、あれ決まってんじゃないですか。ボリューム絶対。あ、そうなんや。ああ、それ、偶数なんや。偶数奇数とかあんま気にしないわ。ああ、俺もあんま気にしてない。それも気にしてないわ。ちょうどええとこで止めるってことで。ちょうどええとこで止める。ちょっとなんかね、話によっては、ちょっと聞き取りにくいときちょっと上げたりもあります。あります。ありますね。あります、あります。でもだから、なんか偶数じゃないと嫌とかはないっす。はないな。全くないっすね。出てって。合わへんか。関係ないわ。ちょっと、もう合わへんか。ちょっと、お疲れした。みんななかった、それは。平井あんのこだわり僕そうですね、服を選んでて全身決まった時に例えば、まあ、白と黒ね、もう一つ赤のキャップかぶるじゃないですか、
もう一つ墓入れたくなりますね。何それ色味的なこと。色味のそのなんそれ。もう一個入れたくなるんですよ。その同じやつをなんか。確かになんか今日ソックスと合わせてるやんみたいなのは、それは気づくわ。ワンポイントソックスで合わせがちっていうのはある。はい、ああ、平井はね、はい、確かに、ね。そうですね。親父のあれない。何すか、意識しちゃうのか分からへんけど、喋、はあ、るときに、誰かに話しかけるときに、重たくない話のときですよ、うん。軽い話のときに、グーで相手の方を、こうやって、あ、お前こないださ、はい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 、あるこれめっちゃ多いな、ある、グーでね、これめっちゃ多いんですよ。いやいやいや、やりますよ。これめっちゃやるやん。あります、あります、あります。一回もやったことない。いや、みんなやられたことありますよ。あります、あります。俺もありますもん。いや、あります、全然あります。いや、俺ら全員経験ありますよ。あります、あります。いやいや、もう、分かってたら、そうそうって言うやん。俺、こんなんやって喋ったことない。いや、ありますよ。いや、ありますよ。隣同士で、こうやって、マジでもこれですよ。大樹お前こないださあのゴルフ行った時あるやんか、はい、あんとこさこうやってああトントントントしてますめっちゃやりますよこれはい、はい、ってああちゃっあこれもよく それもよくこれもよくで大樹がわー言うてるはい、はい、あ全然意識してないわでこれはちなみに浜田さんとこの次男坊もやりますから遺伝トントン系遺伝なのかお父さんの見てたからかなのか、はい、あそう、はいあ、それ。あと、それで言うと、うん、親父さんこうやって横で喋るじゃないですか。うん、立ち上がるときに、人の体にグーってしながら、あの、体重を、ね、体重を肩とか膝とか、グーってしながら立ち上がられますよ。またお前。いや、もう無理。無理やりますよ。あれ、わかりますよね。立ち上がるときにもこう、グーって。体型がやられてるイメージが。これあります。俺らはあんまない。待機で見てる気はする言われりゃ。あ、そう。ありますわ。これを、これよくあります。うん、あ、そう、細ポテトやろ細ポテトね。あの、ポテト頼むときに、はい、このポテト細いか太いかはちゃんと確認をしないと。太いポテトはちょっとあんまり。それはもう確実よ。太かったらだってもう、ね、あんまりおかわりないじゃないですか。でも、細ポテトやったらめっちゃ、ね。細ポテトやったら店入る前からもう頼んでるもん。ちょっと、そういうのやめ。いやでもこれは僕らも意識しないと。ほらほらラジオやりだしてからあんまりほら今まで自分のことって言うてきてるからお前らも喋れへん。あんまりね。これやりだしてからポロ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 落ちてるわけや。いやそれ浜ちゃん保存ポテトなんや。それはみんな知りたいよね。アップデートね。アップデートされてる。アップデートしてから見てへんけどあのウィキペディアめっちゃ増えてるやん。細ポテト。細ポテト。もうね。太ポテト。細ポテト好きなんで。惜しいわ、もう。だって、まあ、だって肩トントンとか絶対知らないですもん。まあ、癖でやってますよね。テレビでなんか絶対やらない。やらない、やらない。いや、でも。あと、僕、ちょっとこれ疑問なんですけど、親父あれですか？タンクトップとか嫌いですか？見たことないんですけど。ああ、そうね。タンクトップは持ってらっしゃるんですか？これこだわりですか？持ってない、持ってない。だってあれやんか、T シャツとかでも襟詰まってるやつじゃないと。そう。俺はここがちょっとあんまり広いのはあんまり好きじゃない、見たことないですもん。で体型の逆や、ね、体型もゆるゆる、もうだるったらやもんね。ヘインズぐらいゆるゆるな方が、いやいや、エリなんてへそぐらいまで見てる方がいやいやいや、もう脱いでるやん体型は見えてるやん。だからそれぐらい、うん、だからヘインズさんとかめっちゃ好きなんですよ。いやもう、いやもう詰まってないダメですもんね。もう詰まってないから。さあ親父がだるだるは見たことないね。タンクトップとか見たことないよ。袖なしとかないない、うん、ない。持ってないもん。持ってない丸の国だね。詰まってんのがええ言ってるのに、なんでこんなん着ないの袖までないしね。暑い時でも確かにね、しっかり。それはない。いや、むしろ俺らの中で言うと、タンクトップみんなお前だけやで。あ、俺だけですね、確かにね。まあ、たまに大気。僕もたまに。たまに。中やろ、でも。まあでも夏、ね。丸出しはお前だけよ。そうっすね。うん、そうやな。だから、プライベートで浜田さん、短パンもあんまなくないですか？ゴルフの時は、夏は夏は暑いやん。夏も全然見てへんやん。いや、ほんまに。お前ひどいな。え、でもあれじゃないですか。ピンクの、うん、ね、サーモンピンクの。サーモンピンクのね、うん、靴底。靴底？え？俺今何を喋ろうとしてるんですか？なんなん？なんなん？なんなん？調子悪いとか次元ちゃうやん。気色悪い次元。姿見たことないのは大気よ。はい、ああ、確かに。僕はあんま。ああ、ほんまや。プールの時だけ。そうですね。ああ、確かにね。うん。半端あかへんな。かないです。ああ、大気はない。なんで？いや、もう こっちの方がいいですね。長ズボンの方が。なんやったらジーパンとか。いや、そうよ。もうグアム行こうが、暑いとこ行こう、沖縄行こうが、絶対長い、はい、みんな短パンですけどね。ね、うん、はい、大気はすごい。はい、ジーパンにブーツとかの時ありますよね。南国行ってもね。もう基本ブーツ持ってきたいですもんね。
レッドウィング持ってきた。なんレッドウィング持ってきた。バイク乗るわけでもない。バイク乗るのは分かるけど。いや、分かんないです。でも、もう、入っときたい。レッドウィングは。あ、そうな。いや、だから、こその長なんやな。はい、長です。うん、長や、はい。確かに長のイメージ。そうやね。体型はそうやね。短のイメージがないわ。そうですね、うん、親父はよう履いてるイメージあります。夏はね、夏はね、だから開いのがよう分からへんねん、なんかそのイメージないとか、うん、全く分からへん。めっちゃ履いてあるし、なむしろめっちゃ履いてるっていうレベルよ。そんなこと言いました僕。え、全部なしにしよう。そんなあり、なにしよう。それありなん。いや、あとはもうな、土下座して謝りて、すいません、あそこだけばカットしといてくださいって。若いの、そのすぐ流しかねえ。確かにこだわりな。まあまあまあ、こだわり。あ、親父ありますわ。なんやねん。何やねん。あの、季節物のマックはいただきますよね。そう、好きね。ね、あ、月見とか。あ、そうそう。あ、ここ始まったな、待機みたいな。うん、そろそろ月見来たら、うん、来たらみたいな。だからそういうのポロポロ出すのやめて。いや、すいませんすいません、もうちょっとこれぐらいしていきましょう。ほんまや、マクドしかも細ポテトだし。はい、そう、あれは今でもですか。あのおしっこ行った時に、うん、まず手洗って、うん、おしっこしてそのまま出ていくっていうの、うん、逆。そうですよ。俺パーティーに行った時、まあ、前のやつやんな。前のやつありましたね。いやいや、それはもうコロナになってからそんなことしてない。ああ、もうちゃんとこう手、うん、それは終わってからそれ洗いますよ。あ、そうですか、うん。一回パーキングエリアで行った時にそれしてたの。昔な。手洗って、ね、おしっこしてそのまま出ていく。そうそうそう。それなんか見られててんな。うん、あ、そうです。視聴者から。視聴者の方に。ああ。逆やん。何してんねん。そう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 。まあまあいろんなこだわりあるというテーマでございます、はいはい、自己紹介お願いします。はい、ダンダンの浜田でございます。ライセンス井本です。ドリアンズの堤大輝です。ドリアンズのペニー俊介です。はい、という4人でお送りしてまいります。じゃあペニーさん、最初の曲お願いします。はい、今日はね、僕らの仲間から、仲間が大好きな歌の中で、あ、これいい歌だなというのをね、ちょっとお持ちしました。はい、お聴きください。チャゲ&アスカで指輪が泣いた。渋いとこ行くな。かっこいいよねこれ。この番組は、美味しいを握る、楽しいが回る、くら寿司。パチンコ&スロット、アミューズ。物流とは価値あるもの、アクシアロジ。AK レーシング。おかげさまで創業138年、ライオンケミカル株式会社の提供でお送りします。ゴブゴブ、くら寿司会議！ありがとう！さて、今週も始まりました、ゴブゴブくら寿司会議。くら寿司がより素敵なお店になるように、構成員の皆さんたちと我々でメニューやサービスなどを好き勝手に考えるコーナーでございます。はい、まあ、先週もね、ビッグラポンのことですけど、ね、うん、皆さんね、いろいろね、会議したんですよ。ビッグなと思いますけど、まあ、今回も来てます。はい。はい。それではね、ご紹介したいと思います。東京支部構成員、小平の祐希さんからですかね。はい、僕はくら寿司が大好きで、うん、放課後に友達と行きますが、うん、そんなくら寿司で発売してほしい新メニューの案を考えましたと。あ、いいね。それは浜田さんが大好きな食べ物でできたお寿司、浜田スペシャル。ほう。ご飯の周りにマヨネーズを塗り、焼きそばを乗せて、上からミニコロッケを乗せて完成。新しい形のお寿司の完成です。いかがでしょうか。いやいや、寿司ちゃうやん。浜田スペシャル。いや、もう寿司ちゃうし、はい、だからそれも情報として更新してほしいんですけど、そうですね、焼きそばそんな食べへん。はい、そうなんですよ ね、うん、ちょっと過去のね、まあ、アップデートされてます。好きですけど、はい、ね、そんなに、うん、ですね。マヨネーズはもうお前やん。僕ですね、うん、そうね、はい、僕はもう大好きですね。じゃあちょっとこれ違いますね。だいぶだからあれやな、パンチ効いたメニューやな、だから。これは確かに。若い子やからこそ、なんか食べれるみたいな。まあ、海外の人とかね。なかなかよ。ちょっとね、これだけで腹いっぱいになりそうですね。そうね。これはちょっと商品券、ちょっとあれやな。どうですか、これダメですよね。言い過ぎ。言い過ぎですよ、ね。いいですか、やっぱ商品券これは差し上げます。まあ、でもあげる。え、でもあげる、うん。いいんですか。はい、500円。500円。ちょっと待って、すぐ答えられちゃう。ちょっと待って。ありがとうございます。ゆるゆるやん、もう。ゆるゆる。いやいやいや、考えてくれたっていうことね。パンツダルダルやん。すぐ脱げる。もうほんま捨てなあかねえけど。こんなんもう勘弁したってくれ言うて。はい。ということで、新しいメニューでございました。じゃあ商品券お送りいたします。はい。さあ次はですね、実は今週もくら寿司さんから、はい、お悩み相談をしております。はい。さあ今回もですね、浜田 CEO への相談とのことなんですが、うん、ラジオネームくら寿司の中間管理職さんからいただいております。はい。
実は私、部下に好かれるために頑張っているつもりなのですが、うん、どうも社員の皆さんに気を使われているようですと。こう。そこで教えていただきたいのですが、うん、浜田さんのように部下に好かれるにはどうしたらよいでしょうかと。いや、まあ、僕が好かれてるかどうか別として、難しいですね、それは。真剣に言ってはる。まあそうですね、まあ部下に好かれたいんですが。え、これ浜田さんって好かれてるんですか？だから言ってるやん、俺好かれてるかどうか分からんけどって言って。好かれてるとかじゃないやんか。うんうん、その、浜田さんにの言うことでもみんな聞くやんか。うん、それはもう、だから、ちょっと説明の仕方が難しいから、うん、一番今の時代にあった言い方したら、うん、それもうパワハラなかった。え、もう好きとかじゃなく、うん、力で。そう、力でねじ伏せるっていうスタイル。ついてこさせる力で。そうね。圧で。圧。いやいや、今の時代、それダメですよ。ダメなんですよ。ね。ただ、ダメはしないんですよ。ね、いやいや、そんなもん成立しないです。そうです、そうです。時代は。いや、だからなんか要因があるんでしょうね。うん、その部下の方が気を使われてるっていうのは。いや、嫌いとかじゃないんでしょ、うん、気使ってる。さ、偉いから気使うのは仕方ないんじゃないの、うん、まあそうですよね。まあ気のせいかもしれないですよ。気を使われているようですというニュアンスの日本語なんで。なるほど。そうそう。だからちょっと口数が普段少ないであったりだとか。ああ。なるほど。はい。そしたらなんか勝手にやっぱり下の子たちはあの人怖いなってなるじゃないですか。うん、だからあの、あれちゃう？なんか、いじってもらえるように自分からしていったらいいんじゃない？それはもうめちゃめちゃ大事。そうですね。なあ。隙を作るというか。うん。うん、だからお前がようしょっちゅう俺にはめさすような、なんか、変なメガネはめていったりとか。何しますなちょっとパーティーメガネみたいな、ね。そうそうそう。明るいメガネね。あのめちゃくちゃサイズちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。あれめちゃめちゃおもろかったから。あれめちゃめちゃおもろいや、あのサングラス。ちっちゃいやつ。なんかこう、パッと見たらすぐなんか、ちょっとみたいな言えるような。自分から空気作りをしていくっていうのがね。でも普段口数少なくて、うん、ある日突然あんなユニークなメガネかけて会社行ったら、うん、どうしたどうしたってなりません？やべえよやべえやべえなと中間管理者どうしたんややべえまあでもそれはまあ一案として好き作るってことですよね、中浜さん。まあそうね。だからまあそのいじられんのが嫌やとか言われるとまたちょっと変わってくるんだけど。はいはいはい。まあでもその今の一の人やともう気づかれんのはしゃあないと思うねんけどね。なんかね。なるほど。好きがあるからこそね、下は入り込みますから。そうそうそう。そこはなんか浜田さんはこう、年とともになんか改善していたこととかあるんですか？改善したことないです。どんどん殴っていこうと思う。これから。より、はいはい、増えていく。あ、そうですか。うん、だからもう、ハマハラですよ。もう。なるほど、なるほど。そうそう。だから、その辺の、だから、パワハラとか、セクハラとか、モラハラとか、いろいろあるやん。ありますね。これを全部集めたものを、はい、ハマハラって言うんですよ。全部ありますから、ここに。もう、このリーチに届くぐらい近寄ってきたやつはもう全員殴ってる。怖っ怖っ怖いよ。だから周りが気をつけなきゃダメですよ。やばっ周りやばいやばい兵器やもう。子供守ってるゴリラですよ。やばっ寄ってきたの怖っ親父のリーチは見なきゃダメですよ。そうね。ここなら大丈夫って言われて。気をつけて。よりね、つってください。手の伸びるとこには入らないという。はいですね。はい。はい。という以上になります。ありがとうございます。はい。さあ、というわけで、このコーナーでは、くら寿司に関するお便りを募集しております。はい。くら寿司で食べてみたいメニューややってほしいサービスなど、くら寿司に関することで何でも送ってください。はい。くら寿司のキャッチフレーズも引き続き募集しております。よろしくお願いします。はい。このコーナーで、メールをご紹介した構成の方には、くら寿司の商品券をプレゼントいたします。はい。はい。平井さん、お願いします。メールアドレスは、ゴブゴブアットマーク、mbs1179.com、mbs1179.com は間違いないようにお願いします。さあ、そして、はがき、封書でも OK です。宛先は、郵便番号 530-8304、MBS ラジオ、ゴブゴブラジオまで、たくさんのお便りをお待ちしてます。うん、はい、ただいま、くら寿司では、お寿司だけではなく、サイドメニューも充実しております。今回は、今販売しているおすすめのサイドメニューをご紹介したいと思います。
大粒イクラのミニ丼は大粒のイクラの実を厳選し、くら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込んで味を染み込ませ、プチッとした食感とコクが際立つイクラを贅沢に丼にしました。また牛刺しとろラーメンは牛骨から取った2種類の出汁を使用し、旨味、コク、香りをしっかり出した、スープに仕上げた牛骨ラーメンで、お肉が柔らかく口の中でとろけます。ぜひくら寿司へ お召し上がりください。くら寿司でお待ちしております。皆さんぜひ来てください。はい、お待ちしますよ。はい、皆さん来てくださいね。以上、ゴブゴブくら寿司会議でした。慌てる。笑い出すから最後に向かってくる。ひらいが笑い出すから、もうなんかスルーしようと思ったら、いやいや、もうめちゃめちゃ汗かいてる。発汗してもてるやん。はい、ペニーさんのお名前が来ております。 ありがとうございます。もうええけどな。いや、ね、え、もうペニーで OK ってことですか。いやいやいや、ありがたいありがたいありがたい。いやー、もう着地したいですけどね。そうですね、ほんまね、ほんま。これから一生俺ドリアンズのペニー俊介ですか。だからじゃあもう決めていってよ。わかりました、もう決めましょう。わかりました。マジでみんなちゃんと考えて送ってきてくださってるから。いや、もちろんっすよ。いや、もうトントンと今紹介して。ありがとうございます。行、はい、きたいと思います。はい、愛知支部構成員、俺オレンジ君黄緑さんからです。それでええんちゃう。お俺オレンジ君黄緑、ドリアンズの面白い。面白いのこれ。まさかの、まさかのラジオネーム採用。え、もう なんて言った今。俺オレンジ君黄緑。言いづら。俺本人も俺のやんって。俺オレンジ君黄緑さん。うん。言えてない。言いづらいなこれ。この人でも、あの、以前ね、浜田さんが、もうテレビに出れなくなるぐらいだいぶいっとるなと思うくらい行けよっていう意見が言ってたありましたので、それを踏まえて、うん、もうだいぶいっとるなっていう名前を送ってくださいました。あ、そうなの。あ、いいんじゃない。はい、はい、平井さんのお名前、うん、チンポ臭い。だいぶいってますけどね。行き過ぎでしょ。もうテレビ出る気はないよね。そうそう、ラジオもええの。ラジオはええの。ラジオもギリアウトです。ダメでしょ。そしたら紹介したいからね。それはそうやろ。富山支部、うん、構成員、水金地下木、どんでん返しさんからです。あ、それでもええかな。はい、よくないですよ。よくないよくないよ。よくないよ。前張り達造。いや、だから振り切りすぎてるって。みんな前張り達造。だから振り切り。あ、そう。はい。これ漢字で前張り達造。漢字で前張りしてんのに立ってんねん。そうなんですよ。だいぶですよ、だから。だいぶ、もうよっぽどですよ。そうやな。東京支部構成員、小平の勇気さんから。ちんちんぼきお。何やねん。小学生。みんな。だいぶみんなそんなんばっかりやってる。だいぶいっとるな。もうみんな送ってくださってるんですよ。これ女性の方ですかね。神奈川支部構成員、豆めぐみさん、うん、響きが可愛らしく覚えやすい名前がいいと思います。それありがたい。はい、ティンポコタ。いかがでしょうか。ティンポコタ。いや、可愛く言っただけでダメ、うん、いや、ダメっていうか。ティンポコタ。千葉支部構成員、直丸直馬さん、白い液体ピュ。ちょっと兄貴もそのメール選びまず考えてください。いや、だって送ってきてくださってるから。何でもかんでも読んだらいいってもんじゃないですよ。うん、そうやな。ちょっと、あ、そうですか。いや、それはもうちょっとどうやろう、うん、だいぶいってますけど、ね、じゃあちょっと種類変えましょうか。あ、ありがとうございます。三重支部、もう専業主婦がいいさんからです。サイクル野郎兼。いや、サイクル野郎兼、うん、ドリアンズのサイクル野郎兼。まあね、競輪やってるしな。あ、確かに。あ、そういうことね。そこはちょっといいんちゃう。はい、はい、でも剣はどこにもないんやけどね。ないですね。そうですね、はいはい、ちょ剣感がないですけど、うん、はい、スケとかやったら分かる。確かに、うん、サイクル野郎スケ、うん、サイクル野郎剣ね。剣スケじゃないよ。剣剣なんですか。剣感、剣カタカナで剣って書いてる、はいはい、うん。小平のゆきさんからですね、はい、東京スカイツリー登りボーイ。うん、な長い。心もめちゃめちゃ真剣に考えてくれてます。北海道支部構成員、桐生一馬さん、はい、帰ってきたケツゲバーガーセブン。もうちょっと、これだいぶ真剣に考えてくれましたね。うん、そうやな、はい、
あ、この方も多分真剣ですね。これ、はい、大阪支部構成員浜ちゃんと夜の7時に待ち合わせさん、うん、500円。え、500円のみのみ。東京支部構成員父は公務員さんから、ドリアンといえば臭いので臭そうな名前がいいと思います。はい、クソもらしげぼ太郎。まったに。もう兵庫支部構成員、まだあんの。めっちゃ来てんすよ。すごい、すごい。兵庫支部構成員満州の風来坊さんからです。はい、平井ポポポイ一ポポダンスザダンス。懐かしい、帰ってください。平井ポポポイ一ポポダンスザダンス。長いなぁ。ピン芸人の名前みたいになってるもん。そうね。だから平井が決めんからこうやってもうずっとなんかなってね、その長いなとかさ。いやいや、わかるけど。嫌ですとかちゃんとはっきり言っていかんと、白い液体なんとかさになるよ。嫌です。それちゃんと言っていかんと、兄貴に。みんな結構たくさん書いてきてくれてる、ね。いや、ありがたいです。本当ありがたいです。本当ありがたいですよ。本当感謝してます。いろんな、なんか、はい。タヌキとかも来てるで。はい。タヌキ。いやいや、タヌキじゃないでしょ。タヌキ来てるやんか。タヌキとか。来てますけど。文化住宅とかそういうのも来てますよ。いろいろ。なるね。はい。ズンドコベロンチョっていうのもあるで。どうすんねん、お前。僕が決めていいんですか、もう。もう決めな、お前。そんな。まあ、とりあえず今日のそのメールにはもう一切、あの、シールはあげません。まずは、まずとりあえず、まずは、まずはあげません。あげませんか。はい、商品券との温度差。あんなに簡単に。何やこの温度差。シールダメなんすか、せっかく送ってくれたのに。風邪ひくでこれ。まあまあ、しゃあないっすね、それは。そう、しゃあないっすよ。まあ、ここでもう決められへんのはしゃあないよ。うん、はい。まあ、今回は。今回は。うん、まあ、ちょっと。まあ、ちょっと。ちょっと攻めすぎ。攻めすぎてたね。ちょっとテレビ出たいですね。それいいよねっていうのもちょっとなかったしね。だから多分、だから浜田さんの、その、もっと行っちゃえよみたいなのを、多分皆さんこう踏まえて今回考えてくださったので。まあでもまあまあ、でもやっぱりね、一応、テレビ、ラジオ、いろんなところで仕事したい人間ですから、はい、そこをもうちょっと考えてもらわないと。そう、なるほど。本当お願いしたい、それは。確かに。はい。もうちょっとじゃあこうテレビにはまあ出れますよっていう名前がええってことですよね。当然そうじゃないとちょっと厳しいでしょうね。いやー、ありがとうございます本当。もうこの時間帯にこの喋りで時間を割くっていうのがもう一番私にとっても何なんだこの時間。ちょっと親父、それは言っちゃダメです。だって名前を変えようって話したコメンテーター、急に文化人みたいな。コメンテーター、それはちょっと待ってくださいよ。こんな低俗なことで。いやいや、もう私はね、やだね。ちょっとね、このコーナーはやだね。政治とか。そういうことです、ね。そういうことはもっと話していきたいのに。そりゃそうですよ。いや、違うでしょう。僕、ペニー俊介なってんすから。そう、あれで。でも今日ほんまにないやんか。もう、まあそうですね、見た感じなかったから。なかったから。すいません。まだちょっとじゃあ、ぜひ考えます。ぜひ踏まえてごめんなさい、僕、今日はちょっとシールなしということで。はい、ごめんなさい、すいません、ありがとうございます。申し訳ない。お便りいきます。大阪支部構成員、猛烈練習短波でイケメンさんからです。皆さんにとって一流、こいつよー送ってけ。こいつめちゃくちゃ送ってくれるんですよ。覚えてもらってる。めちゃくちゃ、覚えてもらってるでー。親父に覚えてもらったでー。猛烈に中途半端なイケメンさん覚えてもらったで、はい、はいはい。皆さんにとって一流プロと素人の違いは何だと思って日々仕事されてますか。例えば、イチローさんや大谷選手など、うん、井上さん、堤さん、ペニーさんがこれまで浜田さんと時間を共にされて、言葉も出ない圧巻の浜田さんをたくさん見たことあると思いますが、一つ教えてください。構成員としてはそのようなお話はゴブゴブラジオで聞ける醍醐味だと思っておりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。心から名刺欲しいです。よろしくお願いします。というお便りです。なるほど。うん、圧巻の。プロ中のプロと。まあ、それはまあ別にね、いちいちそんなこと言うたところで。まあだから浜田さんもまあお年も60、うん、プロ中のプロやなと思うのは遊んでる時でも本気やなって僕は思いますよ。遊んでる時でも60歳が60歳を蹴るとか本気やもんね。本気で遊ぶ、何してんねんって言っておじさんがおじさんをとついてるわっと、うん、遊びも真剣やなっていう、うん、そうね。だから、はい、いやそれで言うとだから3時とかまで飲んだりするじゃないですか。そうですね。ああ、確かに、まあ、そこはだからすごいなって思うけど、うん、自分がじゃあその年になった時3時まで飲むかなと思ったらそれ考えます、ね、それ考えたらさ、はい、ゆえもうそろそろ帰りませんかとか、お前らが言うべきじゃん。なんで
あんな楽しいんだ。楽しいですか、ね、あんな楽しい。それは楽しんでますから僕。え、あんな楽しいんで帰ろうって言わなダメなんですか。じゃあ、はいはい、楽しいなと思って、はいはい、もう一瞬のじゃあ俺の顔を誰かがパッと見た時に買いましょうかって言うてやそうやった。俺たまに多分やけど、ってなってる可能性もあるやんか。分かれへんけど。いや、でも。いや、だこの間ね、行ったじゃないですか、飯。はい。あの時に一瞬、あ、疲れてはるなっていう時あったんですよ。それはほんまに思ったんですよ。そうやろ？はい、うん。あ、ちょっと疲れてはるなって思ったんですけど、うん、むちゃくちゃ楽しかったんで、ちょっと、おかわり言うてくれ、はい。うん。いや、俺の中で、え、おかわり頼むんや。まだ飲むんや。それはありますよね。そうそうそう、いや、それわかります。わかる。だって前回もほら、沖縄料理行ったじゃないですか。うん、ね、一杯目飲み終わったぐらいで、ちょっともう顔が赤くなってたんですよ。あ、俺、沖縄料理の時、うん、ほんまにだいぶ来てて。でしょうね。マジですか？いつもよりは来てて。はい、あ、で、これ、やばーと思って。最初のうちから。ですよね。うん、で、これでもう早めに帰ろうっていうの嫌やから、うん、あの大量の水を目の前に置いて帰らせたり一回冷ませようと思って弱さん弱さんとこうと思って水帰ろうって言わないように、まあ、ずっと水渡したでしょ。最近ほら調子良かったよ。そうなんですよ、はいはいはい、最近飲みますもんね。そう、はい、そうあの日そうやってですよね。あれなんでやろうと思ってだいぶ来るなあ。でもこれでもう帰ろうかって言われたら嫌やなと思ったから、うん、水を出していきたい。水をどんどん出してでもすっごい薄めそう言うて。いや違うやん、それはもう体のこと考えんやったらお前らがそれ言い出さなあかんのちゃうの。大丈夫ですか、もう帰りましょうか。そう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 。でもかと思えば、こっちもそろそろかなと思ったらずっと電木見てる時もあるじゃないですか。こっちそろそろ時間も結構早いでしょっていう時にパッて親父見たら電木一生懸命そうなんか開いあるかーって。ほんでモニター見たら3曲連続浜田さんあるあるまだまだ行くぞって。そうね、その時は俺らの接種でもね、はい、よっしゃってね、はい、あまだ行くって行くっすねっていうのはあります、ね、ある。まあでもお酒はうまそうですもんね。最近めちゃくちゃ飲みます ね、はい、確かにね。夏ぐらいからやもんね。もう確かにだいぶ夏やってはったから夏やってましたね。夏やってましたから。いや夏でしたね。この間びっくりしたよ、秋もやってて、もう季節変わって秋やって竹やってました。あらまあ見ててみ冬やりだす。いやーやがましい、楽しみやな、やがましい。まあそんな感じでございます。番組ではメールをお待ちしております。ペニーさん、はい、かしこまりました。メールアドレスを発表します。ゴブゴブアットマーク MBS1179.comゴブゴブアットマーク MBS1179.com です。そしてハガキ封書でも OK です。宛先は郵便番号 530-8304 MBS ラジオゴブゴブラジオまで。番組名はくれぐれもお間違いないようにお願いします。はい、大樹さん。はい、この番組は、音声配信アプリラジオトークでも全国から無料でお聞きいただけます。詳しくは番組公式 X をチェックしてください。はい、お別れの時間でございます。ここまでのお相手はライセンス井本とドリアンズ堤大樹とドリアンズペニー俊介とダウンタウンの浜田でございました。また来週です。さよなら。サンキューの方やった。